I like you, Linoid. うん。オッケー、じゃあすぐ始めまーす。ちょっと待って、マイクテスト。マイクテスト。カット。これだけ立ち上げる。始まるよ。今回は1初見実況 3DS に進化しただろう3作目やる初見ゲームセンター CX 3丁目のありの 3DS になります。モフおじです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからジョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。うん、じゃあ始めます。こばんもっさんとじやね、本日もよろしくお願いします。今日からゲームセンター CX3 丁目のありのやっていきます。3DS 版ですね。まあちょっといろいろ進化してる感じですね。設定もちょっと 3DSのやつは初めてだったんで、ちょっと微妙に見直して、今やってるって感じですね。で、ちょっと、サイズですね。サイズがちょっと気になるんで、まず、等サイズにしようかな。等サイズにするのも、ちょっと待ってね。これでいいかな。うん。一旦これで始めましょう。では、スタートボタン。ゲームセンター CX、3丁目のありの。で、まずはストーリーモードですね。ストーリーモード。オプションとかなんだっけ？すれ違いなんだ。3DS だからか。なるほどね。いや、懐かしいっすね。すれ違いとか。じゃあまあいいや。とりあえずストーリーモードやってみましょう。性別は男の子。名前は、あれ？ただ、タッチペンなのか。これはタッチペン式っぽいな。じゃあ、とりあえずモッサンにしておきましょうか。モッサンくんでよろしいですか？はい。ゲームセンター CX 課長オン。いや、下画面が完全にタッチペンになってるな。あ、もうこれもう始まってんのかな。いや、恵比寿に入りましたね。恵比寿屋。いらっしゃい。いらっしゃい。今日もゲームしていく。こう、また雨なお店かね。駄菓子もあるから食べてって。まさかね。まさかのまた雨なお店じゃないです。もう、もう。おばちゃん。うわ、このおばちゃん、店の売り物食っとる。来たね、ありよ。いやー雑だな、映画、今回。いらっしゃい。今、こっちの子が先にゲームやってるから、ちょっと待っててね。デザイナーの人変えたってことですかね。電気アッカー、ゲーム好きなんかも。ああ、もう、もう画面を、ん画面オベラやん。何を言ってんだ、これ。新しい名言リストなんだ。名言リスト、番組ファンに同じ名言がゲーム中に出てくると名言リスト。なるほどね。登録された名言リスト、メインメニューから見ることができます。いや、急に言ってきたから名言リストに入れんじゃねって。僕はありの、お前の名前はモッサやな、ゲーマー同士よろしく頼む。そういや、僕ありのっていう名前なんか何も覚えてないんだけど。モッサは僕のこと知らんか？いや、なんか、でも、記憶喪失っていうのなんかかっこいいよな。それにゲームで遊んでるそのうち思い出せ。いや、さっき2でお会いしましたけど、散々見られてましたけど、ね。だから僕と一緒にゲームしようなの。ゲームボーイカラーの画面見られてました。突然現れたアリの少年。
その正体は未来からタイムスリップしてきた有野課長その人である。なぜ課長がタイムスリップしてきたのか、果たして無事未来へと帰ることができるのか。記憶を取り戻す鍵はズバリゲーム。課長と共に鍵となるゲームをクリアしてほしい。全ては君のゲームの腕にかかっているのだ。この懐かし町三丁目を舞台に君と課長の冒険が今始まる。協力するって感じですかね。あれ、挑戦状みたいな感じでは出てこないって。戦場に誰かおんのか。今おっさんの声、セイ君と聞こえた。お前も聞こえたか。なんや、わからんけど、びっくりしたわ。ようわからんけど、とにかくゲームをたくさん遊べってことや。モクさん一緒に遊ぶで。えい。ここまで情報保存しますか。はい。第1章、ルーミーと魔法の放棄。これはゲームのタイトルですか。有野さん、まず最初にちょっと天の声が聞こえてきたんですけど。まあ最初に挑戦するソフトはこちら、ルーミーと魔法の放棄。なんでやるゲーム勝手に決められてんねん。まあでもゲームやし、いいか、やりますし。井上です。井上が来た。今日はよろしくお願いします。マックスって書いて。イノコマックスのマックス。誰ゲーム詳しいの？普通です。普通です。新しい。名言になってるし。普通って。このゲームに未来への手がかりは存在しているのか、愛の少年を助けることができるのか、君たちは3つのノルマに挑戦しゲームクリアを目指す。ノルマ1、敵を1体倒す。俺は楽っすね。ノルマと指定された条件をクリアすることでストーリーを進めることができます。あ、やっぱ一緒なんだ。はい。挑戦中のノルマの詳細は下画面メニューの見るで確認することができます。うん。3つのノルマって言ってたの？それができればエンディングは見なくてもいいじゃん。ことはやっぱあれですか、上画面を大きくしとけばいいかもしれないですね。エンディングまで見なくていいんだ。てっきりエンディングまで見ないとあかんと思ってたわ。とりあえずルーミーやってみようか。モスさん操作の説明見た方がいいだろ。僕はいらんけど。そういうゲームは画面の上のところ説明載ってるから覚えときな。基本ルールを手に入れた。入手した攻略本は下画面メニュー見るで確認できます。またメインメニュー内攻略リストで、これまで取得したゲームの攻略を全て確認する。まあ、これ一緒っすね。はい。うわー、すげえ。いやー、ちゃんとイラスト、描いてますね。あー、これなんで下になってんな、下画面になってんな、ここは。なるほど。話す。ん？ちょっと話すにしたんですけど。話すにしたんで。あー、そうだ。いいゲームがあったんだ。あー、もしかしてきつくなってる？もうちょっと通路広くするか痩せなあかんって。平気平気、意外とこれ、やっぱり渡辺直美でしょ。意外と入るのよ。あったあった、このコインゲームね。おばちゃん、こんなでかいもん、忘れんなよ。自分の店のゲームくらいちゃんと覚えとき。コインゲーム、ゴーゴーダンプが遊べるようになった。なんであれっすね、リマスター版は3入れなかったんですかね。残念ですよ。まあ、3だけかなりボリュームがあるのかもしれないですね、もしかしたら。3DS だもんね。いや、これタッチペンだとうまくタッチできないですね。タッチペン使わね。で、攻略法とかが出てきますよと。基本ルールとかも確認できますと。ああ、こういうタイプなんだ。はいはい。いや、マリオブラザーズみたいな感じですかね。もしかして。まあ、いいか。とりあえず、普通にまずはやってみましょうか。ゲームです。やっぱ見た感じは上画面っぽいですね。なんで、やっぱり上画面を見ましょうか。これでいいですね。コインイン。あ、なんか画質が荒くなってるのすげえ気になるんですけど。なんでこの画質荒いんだろう。まあ、いっか。何をすりゃいいの？これを取りゃいいの？いや、敵じゃねえか。敵じゃねえか。
こういうことっすかね。で、この状態じゃダメな。こうでいいの？よくわかんない。いや、よくわかんねえよ、これ。これいなくなるってこと？いや、いなくならねえじゃねえ。いやー、いまいちやり方がわかんねえ。これでいいんだ？よくわかんねえ。あ、画面元に戻ったな。戻った。ええな、なかなか順調な滑り出したやつ。あれ同じ、裏から来たね。同じクラスのモスさんくんだよね。君は誰だ？メガネしてますね。イケメンだな。裏川だよ。この間、博多から転校してきたばかりなんだ。おう、裏川か。僕はモスさんの友達あるのや。よろしくな。うん、よろしくね。なんかゲームうまそうやな。わからんことあったら裏川に聞くことにしよう。3連鎖する？ 3 連鎖ってなんだ？パズルゲームじゃねえじゃん、こんな。じゃあ話してみましょう。よろしく。いや、二人ともルーミーで遊んでたのかい？裏川、連鎖ってどうやるの？コツとかあるのか？連鎖か。一回のお掃除攻撃で、敵を倒せば、なるほど。ああ、ダッシュがお掃除攻撃なんだ。連鎖になるんだ。なので、穴を、数個開けて敵が来るのを待つ。レトロからちょい古や最近のゲームまで何体か敵穴に起きたら一気に掃除するという。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。それで連鎖になるよ。ステージが始まった時は一番チャンスが積極的に狙っていいと思うよ。なるほどな。ステージ1以下2なんか難易度が低くて連鎖しやすいと思うよ。頑張ってね。なるほど。ありがとう、ラブ。攻略を連鎖についてを手に入れた。なるほど。ああいう話すことによって、あれですね。攻略をゲットできるんだ。こうして、あ、ちょっと、いやー、これ難しいっすね。こうして、で、ダッシュか、こうか。あ、これでワンレースっすね。あれ違うの？違うんかよ、意味わかんねえ。こう、こうですかね。こうですかね。なんで爆弾なの？いや、しかも踏みねえじゃねえか。ちょ、連鎖になってねえの、あれ。同じ穴に入れねえとダメってことですかね。いや、しちゃったけど。いや、普通にクリアしちゃいましたけど。いや、この同じ穴だとかなりむずいぞ。いや、そうなっちゃうよ、これ。うわぁ、なるほどね。そんなのもあんだ。逆に進みましたね。いや、ダメっすね。いや、このやり方ダメなんだ。で、やっぱりあくまで穴に入れて、よいしょ。いや、こうしたら出ちゃいますよね。いや、出ちゃうって同じとこじゃね。今日わかんないっすね。わかんねえ。わかんねえ。いや、これリセットってどうやんの？こうやって、選択って言ってのゲームを選択。一回終わって、見るんですね。攻略法。連鎖について。一回のお掃除装備で普通の敵を倒すと連鎖範囲。いや、連鎖になってなかったじゃん。B を離したりジャンプしたりすると連鎖は終了。離しちゃったからダメってこと？ジャンプとかはしてましたけど。まあいいや、もう一回やってみましょうか。お金いい。
慣れねえな。よし。サクサクやん。いや、ダメだね。連鎖できてねえじゃねえかよ。いや、あっち行っちゃうんだよね。よし。いや、クリアできてねえよ。いや、マジで意味わかんないっすね。何回かクリアしたらクリアできるかな。人に。なんか難しすぎて無理ですけどね。敵が多かったらできるかもしれないですね。落とせねえじゃん。よいしょ。出たね。嬉しないわ。いや、クリアできてねえって。あれ？ちょっと待って、なんか。あれ？調整になってないんですかね？もしかしてこれ、よくわかんないっすね。ノルマ確認。3連鎖するだ。なるほど。これだ。3体の敵を連続で倒す。ダッシュを途切れさせる。複数の敵を倒す。なるほど。はい、了解です。なると3体必須ですね。だから1の2じゃねえ、ダメなんだ。よーし、やるかうん、1連鎖とかと思ったら3連鎖でした。よっしゃ。こうしてこうしてこうしていけいけいはいはいアウト。いや、このドアしか諦めましょうか。いやー、難しいっすね。よし。いやー、スライムあの位置できないっすもんね。ちょっとずれるとダメっすよ。よいしょ、おった！オッケー！いや、ギリギリだよ、これ、むずいって。これで3連鎖出すやな。だいぶルーミー頑張ったみたいな。なんか言ってましたね。おう、井上、僕らルーミーで3連鎖もできた。井上です。早いですね。おめでとうございます。じゃあ、あとはステージ3クリア目指して頑張りましょう。待って、なんで井上に目標を決められてるの？ステージ3は氷の世界なんです。ここをクリアしないとルーミーをクリアしたとは。そうやったんや。そしたらやるしかないな。氷のステージは滑りやすいので、慎重に進めてくださいね。頑張ってください。ステージ3の5クリア。いや、3の5かよ、次は。なので、名言っていうのはどこで確認すんの？どこで確認すんだよ、名言を。名言リストってないんですけど、店を出るにすりゃいいのかな。いや、すげえいっぱいあるんですけど、行く場所。なんだこれ。駅前広場。どっか名言を聞ける場所があるんだと思うんですけど。なんかさっき早くてなんか見逃してた可能性があるね。ルーミー手強くなってきたな。ステージ1からやり直しあったよ。あなたたち、ルーミーが好きなのね。そうやけど誰？私、アカネ、いいことを教えてあげる。すごい裏技。うわぁ、すげえ、アカネなんていうキャラクターですけど。あれこれなんか、AD さんですよね、多分ね。ほんまか、頼む。でも、口で言うのもなし、絵で描いてあります。口で言うてくれると構わない。じゃあ、描きますね。スタートは A。はい。スタープラススタート。
こうや、コンティニュー、あ、コンティニューあるんだ。これは覚えておきましょうか。うん。コンティニュー。ちょっと、まあ、確認はできるっぽいですけど。スタート。まあ、もしくは A ですね。これなんとか3の5までいけるようになるな。ありがとうな、会長。いや、行ってみるもんですね。じゃ全部行ってみましょうか。東島模型。いや、これなんだ。東島模型。ここはプラモ屋でも、ゲームって売ってるかな。すいません。このプラモの飛行機かな。来たね。すいません。このプラモは車かな？戦車の隣に置けばいいかな？すんませんはお客さんだ。なんか足りない店員さんやな。大島って言うんだ。まだあまり詳しくないからよかったらいろいろ教えてくれるか。大島くんか。よろしくな。くんって言ってるし。こちらこそいつでも遊びに来てね。くん呼ばわりしてるよ。あれ？これで終わりなんだ。大島です。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからジョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。いや、これはどんどん追加されていくっていうパターンなんでしょうね。もう井上だ。さっきから何してんの。井上です。消しゴム買おうと思ってるんですか。こっちの練り消しも捨てがたいなと。はあ、でもね、練り消しって使ってるうちに黒くなっちゃうんですよね。うん、どっちにしようか。それは自分で決めてや。僕らもう行くぞ。あ、はい。二人とも頑張ってください。あれ？でももう一個ありますね。別のが出てくるの？井上じゃねえ。え、井上まだおるの？こないだは消しゴムの下調べってことで、有野さんも消しゴムと練り消しのことが気になるんですか？僕らルーミーの攻略で忙しいからな。もう行くぜ。あ、そうだ。ルーミーの攻略を聞いていきませんか？おお、助かるわ。敵の中の魔法使いがいるのですが、その魔法攻撃当たってしまうと操作が反転します。うん、あ、いたね、いたね。はい、いた。操作が反転、持つ手を逆にしろってこと？いや、そうじゃなくてですね。実は同じ魔法をもう一回食らえば、ああ、なるほどね。元に戻るんですよ。そうなんか。でも死なないように同じ魔法を食らうのも難しそうやな。でもありがとう、井上。試してみるわ。お前も早く消しゴム買って家帰るよ。反転の乗りの方。なるほどね。じゃあ、神社。結局、名言はどこで聞けるのかよくわかんないですけど。まあ、いっか。なんか言ってたってことですね。いや、ここは神社か。せっかくだからお前していこうか。記憶喪失が治りますように。再戦くらい入れような。あ、誰？わしはこの神社の下。木戸さんつくね。男児とおっさんではない。神様なんか。それより、僕の記憶喪失直してほしいねん。君たちは、その方か。君たちに助言を信ぜよう。あ、再生箱はこと、ね、ノリが悪いの。とりあえず5円入れとくで。少ないな。ここも悪い。悩むことは何ぞよ。街の歩き方。街の中に行けることは一応行ってみましょう。会話の中にノルマクイーンの非エンターが隠されてるかもしれません。では、精進するわよ。どんどんあれ追加されていくっていうパターンなんですかね。エビス。うん、まあいいや。やりましょうか、じゃあ。はい。コインイン。とりあえず、どんどんクリアしていけばいいっぽいんで、やっていきましょう。まあ、コンティニューは分かってるんで、全然怖くないですね。あ、ね。いや、やっぱりギリギリだって。もう一回使ったらアウトですね。チキショウした。お、これは無敵っすか。よし。
ふい。さあ、オッケー。よし。よし。いやあ、これは。いやあ、足速いっすね。いや、ちょっと上に来てんだけどな。よし、チャンス。よいしょ。よし。おう。お、スロー。あ、スローだ。本当にスローだ。待って、いや、もう、いや、埋めねえんじゃねえの？そうっすよ。いやー、タイミングが悪かったっすね。まあいいや。よいしょ。いや、もう下に行っちゃうとめんどくさいっすね。待てば上から出てくるってことですね。ステージ1いくつまであんだよ。いや、長いじゃん、3の方まで。じゃあ。あ、待っちゃうんで。登りたい。登りたい。いやー。嬉しくないなぁ。爆弾はやっぱ外れっぽいっすね。いやもう 3DS 重いから操作しづらいんですよね。いやーしかもこれ制限時間あんじゃねえけど。たった開けときは完璧だと思う。よし、OK。お？ボス戦。何これ？ボーナスステージか。ボーナスステージっぽいな。いやー、取らねえと壊れちゃうんだ。爆弾はいるし。いや、あんなもん届かねえよ。よし。自分めっちゃうまいな。うまいことやったな。あれでいいっぽいです。ただステージ2まで来たんぞ。よいしょ。見た目が違うとき基本的に、いやー、弾撃ってくんのか。よし。よし。よいしょ。よいしょ。いい。勝った。よいしょ。大変な蛇。よいしょ。ドゥン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 。いやー、蛇が。よし。危ない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 。やべべべべべ。うい。ははっ。いやー。もうコースもいいな。あ、得点かな？オッケー。自分めっちゃうまいな。よし。いや、帰ろうっせえな。いや、振り返ってくるタイプか。めんどくせえな、振り返ってくるタイプ。よいしょ。よいしょ。いや、ちょっと敵多くねえか、ここ。いや、敵多いって。
下でスローはやめて。うん。へい。よし。さあ来たね。二の四。よしチャンス。オッケー。またかよ。いやもう待つしかねえじゃねえか。モフおじです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょい古や最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。さあこれよし、はい、よし、2の5。クリアしたらボーナスステージかな。うん。いい。いやー、ここむずいっすね。いやー、むずいな、これ。いや、むずいって。いやー、制限時間もあんのに。いやあ、ずれた。このまたやってる。いやあ、死んだよ。むずい。よいしょ。嬉しないわー。爆弾かよ、もう。いや、そうなっちゃうよね。いやあ。あー、ちょっと、いや、ちょっと。帰る。なあ、来ねえじゃん、帰る。いや、下に来んのや、やったですね。やべえ、時間がね、時間がね。帰る、帰る、帰る。いやー、帰る。よし。時間ないで。いやー、もうスローは無理だって。もう制限時間アウトじゃねえか。危ないね。いや、なんか出てきた。なんか出てきましたね。あ、もう制限時間なくなるとああいう感じなんだ。死神が出てくるタイプね。いやー、死んだ。うん。じゃあ、コンテに行きましょう。下スタート。え？あかんな、なかなか先にすいません。ステージ3クリアはだいぶ遠いな。自力で行けなかったら誰かに手伝ってもらうのもありちゃう？あり。別に誰がクリアしても、クリアの困った時は誰か手伝ってくれそうだ。すれ違いで探せってことか。なるほどね。そういうシステムか。モクさん、画面オペラや。僕が代わりにやってるよ。行くで、ありの、おーん。全然先進めない。早速指痛い。はは。名言な。で、これは何してんの？いや、ここ、何このシーンを。アリノがプレイしたんだ。ダメやった。このゲーム難しすぎちゃう攻略本とかないのかな。では、もう一回チャレンジするか。いやー、コンテンツできなかったんですけど、意味わかんねえよ。会話シーンが残ってたからってことかね。いやー、そう。いやー、1の1からやらされんじゃねえかよ。何これ。
あ、やべえ。やべえ。2面まで行ってコンティにできるか試してみるのもありですね。まあ、この辺でもいいんですけど。あぶねえ。あぶねえ。爆弾引いたよ。よいしょ、オッケー。よし。パッと、ああ、いけたか。よいしょ、オッケー。いや、むずい。嬉しくないなぁ。よいしょ。よいしょ、オッケー。あ、上に踏んづけて上に登るっていう作戦ありっすね。オッケー。いや、あれ多いなぁ。相変わらずっすね。嬉しくないわ。よし。いやー、コントローラーが重すぎてね、かなりむずいんですけど、やりづらいっすね。いや、うふ。いやー、ちょっと爆弾いっぱいあんじゃん。無理だよ、こんなの。ふぅ、なんもできねえ。はは、死んだ。いやいやー、もう、あそこまで来ちゃうとね、無理なんだよな、待つしか。
無理ケッシュ。あ、オッケー。よし。よっしゃ。うぅ。いや、投げ。2の6だよ。ボーナステージか。すればいいですけどね。まあ、ワンナップしたか。いやー、どっち落ちるかわかんねえの、いやらしいですね。うまいことやったな。ああ、もう次か。壊れねえタイプ？あ、壊れるタイプか。あ、滑るんだ。なるほどね。モフオジです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからチョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。いやあ、もう。オッケー。よいしょ。あち。いやー、爆弾引いた。くそ。いやあ、なんもできねああ、間違えた。やっべえ。いや。いい。あ、終わり。いや、ダメだ、あいつ来るの。よし。いや、あそこでスロー来られてもな。いやー、そのパターンの、うわぁ、きつ。あ、いけた。スタート A の安全っすね。スタートですよ。これ、怖いんで。こうしましょうか。あ、いけんじゃん。いやーん。いやー、むずいな、ここ。いやー、こんなコンティネート無理だよ。むずすぎだよ、こんな。いやー。よし。いやー、あいつ、弾吐き放題だもん。ダメおべらかっていう回数来ますから、アウトですね。よし、オッケー。やう。いやー、ここ抜けたい。雪女が強すぎる。いやいや、お前が一周してきて。お前ってくるの、こっち。ギリでやりましょうか。よし、オッケー。うぅ。よし。いやー、もういらねえ。あ、いるよ。いやー、もうレギュラー化してるよ。雪女が。走ってきた、怖っ。はっは。いやー、むずい。
さあこれ。いやーもう雪女。雪女。うわできない。いやー落ちてきた。よし。いやー滑るから余計やりづらいんですよね、ここ。よし。ほら来い。ほら来い。いやーもうどっちでもいいから来いよ。いやー。よし、オッケー。よし。よし、最後。最後だ。やっとだよ。全部いくつ何面まであるんでしょうね、これ。いや、落ちろ、落ちろ。やうこれ一気に削りたかったな。いや、むずい。ああ、死んだ。ブーン。コンティニューあんねや。だからもう本当にこれ全クリするときもやっぱコンティニュー使いまくって、なんとかクリアするっていう感じでしょ。無理ですね、じゃね。敵の数が尋常じゃねえよ。死んだー。クリアできる敵の難易度じゃ、数じゃねえよ、これ。よし。嬉しくないなぁ。いやぁ、一にも刺さんねえじゃねえか。うぅ。よし。でん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 。あと2体かな？えい。あ、これで終わりかな？オッケー。よし。オッケー。むずかった。これでルーミーは制覇したも同然やな。でも僕の記憶は別に戻ってないな。目的のゲームをクリアした君とアリノス、あ、3つでいいんだ、今回は。しかし未来への扉は開くことはなかった。これは二人の長い冒険の幕開けに過ぎなかった。まあ、ゲームは15個とかあるって言ってたもんね。さあ、再び立ち上がり、逃げることなく先を目指す。なんやねん、あのおっさん。勝手なことばっかり言うて。当分ゲーム続けないと僕の記憶喪失は戻らへんのかな。なんや、おっさん。励ましてくれるのか？別に。お前もうよ、わからんねんな。でも僕はゲーム大好きだからゲームやるの全然辛くないな。僕とモクさんがいれば怖いもんなしやで。なんかいいな。はい。第2章、ウィングヒーロー。これは何でしょうね。ヒーローもんですか。ゲーセンに来てる。有野さん？ああ、シューティングだ。次の挑戦、横スクロールシューティングの傑作、ウィングヒーロー。羽ばたき少年たち、追撃王を目指せ。次は飛行機のゲームか。井上、ウィングヒーロー得意か？ウィングヒーローですね。得意ないよな。いえ、やったことありません。紛らわしいな。多分中山なら知ってると思います。アメリカ帰りなんで。アメリカ帰りなんでってよくわからんな。あ、お前が中山か？いや、まさか出てきますね。すいません、中山ちょっと人見知りなんで。まあ、課長の名探偵みたいなのもなさそうですもんね。次こそは未来の手がかりを獲得できるのだろうか。そして中山少年の人見知らなのか。ノルマ達成ゲームクリアのやつ取った。前作は、基本的にアリノとあれだけでしたもんね。主人公だけだと。今回街に出ることによって、アリノの名探偵みたいな感じでいろんなキャラが出てくると。試ショットで倒す。
大型要塞の破壊。ワンナップアイテムを取る。この3つか。順番はバラバラでいいんだな。あれ、中山もうおらへん。あいつ逃げたんか。お前人見知りやん。とりあえず僕らで始めようか。でもここってウィングヒーローのとこだけ、日が当たって貧しいな。ゲーム機の上にある、日よけカバーでも使いますか。あー、こんなとこにウィングヒーローのマニュアルが。もうちょうどいいから見とく。基本ルールを手に入れた。店出てみましょうか。ヒントっぽいのは1個ありますね。本屋。本屋さん。モフおじです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょい古や最近のゲームまでやりたいようやってます。ゲーム通にウィングヒーローの記事載ってる。あかん。漢字の裏が黒とぎの中やんな。買うしかないな。モスさんお金持ってる。持ってない。しゃあないな。隙間から見れるところだけも置いとく。あ、意外と見える。攻略をアイテムについてパーフェクトボーナスを手に入れた。うん。あともう一個ありますね。学校？学校っすね。誰がいいんだよ、学校なのね。健やか小学校。イノコマックスじゃねえ。僕少しウィングヒーローについて勉強してきました。実は二人プレイなら片方がミスしても、もう片方が助けてあげることができるらしいです。おう、そうなんか。ウィングヒーローで必要なのは助け合いの心ですよ。うまいこと言ったって顔してるけど。デパートの屋上にあるウィングヒーロー一人用だぜ。それ多分、嘘的やで。あれおかしい。もっと勉強してや、頑張ります。いや、ノーヒントじゃねえけど。これで終わりか。なんか公園とかも行けますけどね。なんかあるんですかね。今行ってもなんもないっていう感じですかね。見るだけでも、ああ、あるね。誰かいますか？おらへんか。ああ、やっぱいないんだ。ビックリマークついてねえから。いや、いっか、ビックリマークついた時に来れば。じゃあ、一旦、恵比寿に戻って、ここじゃないとゲームできないです。じゃあゲームしましょう。いや落ちてるんですけど。解放されてない。なんでこの、できねえんだよ。あいつだってできねえな。なんでだろう。解放されてない。話す。ああ、店のどっかで探してこいってことか。使ってないゲーム機が転がってる気もする。なるほどね。はい。それをわざわざ探してこいと。ビッグマークついてないんで、とにかく適当に全部回ってるっていう流れですかね、じゃあ。通りだし。あ、ここでいいのか。こっちだ。こっちでしたね。なるほど。あ、こっちだ。あ、ウィングヒーロー。ターゲットに爆弾を投下して伝説の翼を戦場を駆け抜ける。よしょ。コインイン。ウィングヒーロー。ノーマル。ハード。いいしか。ノーマルでいいかな、という。ためなんてボタン失敗でいいと思うんですけど、違うんですかね。これですよ。ノルマ達成。あ、オッケー。いや、ため、しっかりためないとダメっぽいですね。で、次が、ワンナップと、あと何でしたっけ。コインイン。プレイしてる間に確認できないんですけど、確認できないですね、ここで。で、確認できない不便だなぁ。
いいな、ダーセットですか。あれではないんだ。ボスですか。それかこういうやつか。いや、違うっぽい。あ、これでいいんだ。オッケー。ここはワンナップっすね。どっか。設定をちょっと変えてみます。なんか死ぬのがなんか嫌なんですよ。いろいろやってみたいんですけど、ちょっと待って、消しましょうか。パンチとセット、ちょっと待って、リセットされないですよ。またこれにするとね、音だと思っちゃうんだよ。あ、もういっか。いいな。で、ちょっともう一個はワンナップっすよ。ワンナップどこにあるかわかんねえんだよ。ノーヒントです。まさかノーヒント。ナイス。デパートの屋上にあるですね、ゲーセンがあるってのは、うちの地元もそうでしたね。お金イン。いや、僕、いよいよおかしくなるんだよな。もういっか。いや。頻繁にこのゲーム画面の切り替えがあるから、それでなんかおかしくなってる。あんなこの人やったら隠しか。点数かもしれない。これクリア？あ、クリアっぽいよ。の場所教えてくれよな。B じゃん。ああ、リアクションだ。ふぅ。3回くらい食らったのねっぽいっすね。あ、強いね、これ。これかな、ワンナップ。おっしゃ、来た！オッケー！やった、ワンナップ取った。リングヒーローかなり進んだんじゃん。このゲーム僕やったことあるのか、特に思い出すことはないな。まあいいか。ここまでやったらとことんウィングヒーローで遊ばない。パーフェクト。まだあんの。パーフェクトって何？いや、そう、雑だよ、ルールが。話す。ああ、間違えた。
イライラ。いつになったら来るのイライラ。イライラ。うわぁ、デパートの人怒ってある。なんか遊びにくいな。君たち井上呼んできて、俺はちゃんとあげるから。あれですよ、よく、裏側にいる人ですよね。モクさんどうするか、上の井上連れてくるか、連れてくる。わかった、じゃあ連れてくるから待ってて。何度だよ。探しに行くの、あそこにいるんだ。電気屋。電気のキラキラ。なんかやってますね。プロレス見てんだ。プロレスを見てんだ。プロレスかっこいいんだ。僕もいつかリングに上がるんだ。応援してくれる方いますか。見つけた井上や。お願いします。ランダムになってないですね。ちょっと見直しますね、そっちも。見つけた井上や。こんにちは、有野さん、モクさんさん。ちょっと用事あんねんね。一緒にデパートの屋上行くで。井上、ちゃんと時間守ってよね。なんでずっと来なかったの。おもちゃの取り置き、何ヶ月待ってると思って。すいません、お金なくて。だったらお金なくて買えませんって言いなさいよ。すまん、井上。お前と引き換えにデパートのお姉ちゃんにお礼もらってもうた。来た、新しいゲーム来たね。ゲームスとルーミーと魔法の宝器を手に入れた。一緒じゃねえか。自宅でルーミーと魔法の宝器は、そう、自宅でできるようになった。が遊べるようになった。ルーミーと魔法の宝器、ゲーハミ版出たのよ。ゲーハミ版なんだ、しかも。これどうすりんのね。で、どうすりん先に進まねえじゃねえか。デパート、いらっしゃいませ。うん、増えてるわけじゃねえ。やっぱ、パーフェクトってやつやんねえダメなのかな。ですね。ステージ3でパーフェクトボーナスを取得する。ステージ中のすべてのターゲットを破壊するとパーフェクトボーナスを取る。次のゲーマーは、これむずくねえか。いや、むずくねえか。マジかよ、これ。しかも、おまけじゃねえんだ。必須なんですかね。二人プレイでできればいいんですけど。イージーでやってみましょうか。イージーだったらできそう。イージーだったらできそうですね。すべての敵を倒さなきゃいけないって、めちゃくちゃ難易度だっけと思うんで。イージーだと、なるほどね。下にあれが出るの。全然命中してないんですよ。いや、わかんねえ。命中しとらんや。いや、強え、ちょっと強え、爆発しねえんですけど。いやいやいや、意味わかんねえよ。あれっすね、このマークのところを狙わないとダメなんでしょ。しっかり狙っていかないと壊れない。うん。ステージ3テストなんで。いや、いきなり下にいるのきつくねえか。敵の数が少ないですね。全クリはノーマルやればいいですよ、とりあえず。これでクリアできなかったらそうですけど。あれですけど。
命中率も意味わかんないっすよね。マークがついてる。止まんの。行ったかな。よし、オッケー。なるほどね。要はこのゲームを、シューティングゲームをみたいなプレイしてると、色がおかしくなる。倒さなきゃいけない。お腹っすね。音か。いいね。いいじゃない、この子。いやー、まあまあまあ。いや、まあいいでしょ。これ、これ、いや、ちょっとすぐ勝ちねえと無理だって。いやいやいや。いや、間に合ってねえ。うわー、ふざけんなよ。いやー、あんな無理だよ。すべての敵を倒さなきゃいけねえんだって。いやー、もうコンティニューがあればいいっすね、このゲームを。そう、死んでみるか。あと死んでみましょうか。コンティニューがあればこっからできますもんね。そう、なさそう。いや、ないね。ないわ。ないわ。あ、ちょっと、ちょっとノーマルしちゃったじゃねえかよ。お金オン。いやー、最初の2つのゲームから難易度高いよ、ノルマが。アリの挑戦2はこんなんじゃなかったっすからね。アリーノが出てこねえのにこんな難易度高くしてんね。ステージしちゃったら余裕なんですけど。当たんね。当たんねえやんけ。オッケー。さあ、ステージ3。これ本番みたいですか。いやー、これ、余計なことやっちゃったんや。よし。前に行った、うわー、ちょっと、いやー、逃したよ。
いや、ふざけんなよ。いやー、いや、前すぎてもダメなんかよっていう。一回これ普通にクリアしましょうか、とりあえず。すべてのこれであればいいんですけど。あ、いやー、上の敵も大事だと思うんだよな。すべての敵って書いてあったからな。いやーな、こんなのやってられても上が逃しちゃいますからね。普通に。モフおじです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょい古や最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。むず。あれは全部取れましたけど、これに関してはね。あ、いいんだ、これでよかったんだ。よかったー。オッケーオッケー。よしよしよし。いや、無理ですもんね、上のやつ全部なんで。これでウィングヒーローバッチリや。ウィングヒーローたくさん進んでよかったです。中山、お前普通に喋っとるやんけ。へへ。なんで笑うねん。もう逃げたりすんだよ。もう大丈夫です。きっと多分。そんな心配すんなよ。ほんま人見知りなんやな。人見知りじゃなくてもしかして聞き上手。なんやそれ。名言なのか。見事ウィングヒーローをクリアした君とアリの勝負。残念ながら未来の扉は閉ざされたままだな。君たちはもっと大事なことを成し遂げた。そう、人見知りの少年の凍てついた心を飛ばすことができた。ゲームできたのよかったけどな。中山の心はそんなに凍てついたのかね。まだ1時間しか経ってないですね。もう一本できんな。第3章、相馬の秘宝。おっと、パズルゲームですかね、これ、名前的に。学校しか行けねえ。有野さん。本日で挑戦するソフトは相馬の秘宝。次はゲームセンターでやるんか。初日正面、ゲーセンのゲームやな、楽しみや。でもゲーセンには怖い人がいるって噂ですよ。怖い人いたら逃げたらいいだけちゃうの。ノルマを達成し、相馬の秘宝クリアを目指す君たち。秘宝へたどり着くにはできることが。ランタンを取る。ファイヤーで敵を倒す。うん。順平ができた。ノルマっていうのはね、難しければ難しいと思います。このカーデガンの人、誰順平ですね。サッカー部なんで足早いです。そうなんだ。足早いとか別にそういう情報はいらんね。よろしく。なんか熱いな。すげえ行くとこあるんじゃねえか。こいや。うん、あと少しなんだけど。誰ですか？お、誰？僕です。わかんねえ。酒井。僕、ブッキリマンシールを集めてる。ビッキリマンシールね。おお、駄菓子屋に売ってるあれやな。今回のコミックベンベンにブッキリマンシールのファイルブックが付いてくるんで。でもこうして入れてみると、シールは少し、足りないんですよね。こうしたらいらない。早く駄菓子屋に戻らなくちゃ。そんだけ？誰やったの？終わっちゃってんじゃね。電気屋。イノコマックスかね。でしょう。うわあ、タイガースープ決まった。井上、ようテレビ見てんな。はい、テレビ来たんですよ。電気屋のテレビをわざわざ見に来てます。そういえば、井上とあだ名とかないの？あります。イノコマックスです。よかったら、イノコって呼んでください。イノコマックス？まあ、ええか、イノコ、これからもよろしくな。はい、よろしく。イノコになっちゃいましたね。よろしくお願いします。ここはゲーセン、あ、ゲーセン始まるんだ。駄菓子屋に行くぞ。で、話す。ああ、もう。ああ、おばちゃんどうしたの？これ見なさい、じゃん。もう新しいゲームや。メダルゲームはメダルが必要なの。メダルの管理は違えるから声をかけて。メダルゲーム、じゃんけん大エクサスだよ。
なんか、じゃんけんフォーパテーン、こっち、ダテーンでしょ。やってみましょうか。ないじゃねえか。ないじゃねえか。話すいいのかな。おばちゃん、おばちゃんゲームしに来たぜ。いらっしゃい、ゲームです。ゲームを選んでる。ああ、じゃあ、隣のページなんだよ。こっちか。ああ、これだ。じゃんけんポンプでーす。いやー、これあるんだ。やってみましょう。絶対当たんないやつ。そうそう当たんないやつ。おばちゃん、メダルゲームやりたいんだけど。はいはい、じゃあ、とりあえずメダル10枚。ありがとう。もう日本語ほぼ一緒ですけどね。これで、ね、銃ってやりゃいいんですかね。よくわかんねえな。じゃんけん。ポイント。ああ、全く一緒だわ。いや、もう全く一緒。これ当時あったんですよね、これ。ゲーセン。しかもデパートのね。ブレーとか一緒だもん。ポイント。OK。EX さん絶対出るの。1とか2とかがよく出るんです。じゃんけん。じゃんけん。じゃんけんで。やったね。よ、4枚来た。絶対 EX さん出ないですね。はい、こうで、はい。じゃんけん。かがんでやるから腰痛いわ。じゃんけんで。オッケー。じゃんけん。なかなか減らないですね。思ったより減らねえわ。でも、クリアないっすよね。クリアがそもそも。ああ、じゃあ一回戻りましょうか。僕もう別のやりたいな。おしまいする。そしたらメダル預かっておくね。ああ、やっぱ10枚好きなだけできるってことなんだ。ありがとう、おばちゃん。またメダルゲームやりたくなったらおばちゃんにメダルもらうな。いや、無料でやらせてくれてんの。親切すぎでしょ。金払ってたよ。10円とかでプレイだった気がしますね。確かに。お疲れ様でした。ああ、これやめるになっちゃうか。いやいやいや、ちょっといい。店を出るで、ゲーセン行きましょう。よし、始めるか。いらっしゃい。お、じゃあ、感想。ああ、お店の人よ。相馬の表をやるのかよ。この丸野郎見ておくといいよ。あのおっさんの声、どっかで聞いたことあるよ。基本ルールを手に入れ。とりあえずは返しでいい。ノルマ忘れちゃいましたけど。なんか炎を通るみたいな感じでした。相馬の秘宝。来た。来たね。テレット。フロア1。ははは。いやー、どっかで見たことあんな、これ。どっかで見たことありますね、これ。はい、オッケー。これがランか、ランタンか。もう一個は、炎をどうたるってやつ。お金イン。場所をとりあえず覚えとけば良さそうですね。三つはさすがに覚えられるな。徐々に数が増えてくんじゃねえかな。フロアに。あ、
まだ3つ。エリちゃんってあんなとこどうやって行くんだ？ワーポイントかなんかあるんですかね？行き方がさっぱりわかんないですけど。あ、こんなことできんだ。行ける場所が限られてるかも、もしかして。ここだけなんか。あ、ここだけっぽいな。これでこういう、あ、これが、ま、あっちはどうやって行くんでしょう。あー、なるほどね。わかった。なんとなくわかった。これをやってる間に、あ、通過ポイントが見えるんだ。これは B ですね。モフオジです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからチョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。隠れるの回数決まってんのか。気をつけるダメっす。あとはそこか。ちょっとファイヤーがよくわかんないです。ファイヤーってなんだよ。出てこないですけど。おっと、びっくりした。いや、もう、ああ、この3つじゃねえんだ。もう1個あるんだ。あそこっすね。こうか。あんなとこどうやってさ、普通に行けるんですか？行けるな。全然さっきのシューティングより全然楽ですけどね、今のああ、やっちゃった。やっちゃった。最初からだ、しかも。フルーツ。あー、違えた。危ねえ。ふぅ。いやいや、ないんですけど、ファイヤー。どこにあるんだよ。隠れてんですかね、普通に。もしかしたら。抜ける壁よく見とけよ。壁？これですかね、ファイヤーって。敵をぶつけたら倒れるとかないですか？ねえよ。ないか。いや、これ倒れねえじゃねえよ。チャンス。はい、オッケー。いやー、魔法使いみたいなの出てきました。ここに、いやー、貫通タイプですよね。気をつけましょう。
違うな。コウモリが使ってきてんのか。あれクリアした。あれなんかもっとあるように見えたけど。壁防御するタイプか。なるほど。あぶね。ここに行こう。いや、通れねえじゃん、こっち。ひどいな、ほぼ。マップが広くもなるんや。なんかハンマーが出た。ハンマー。使い方いまいちわかんない。縦のやつは前からは無理。長いなぁ。いやぁ、邪魔くせぇ。ちゃんと見てた？あそこですよ。行き方わかんねえんだよ。行けるとこねえじゃん。ここはいけるけど。いや、いやー、もうハンマーで壊せってことっすかね、もしかして。使い方がわかんねえんだよ。あ、こうでいけるのか。なるほどね。はいはい。あー、貫通できるんだ。おしっぱで。そうですね。パックマンみたいな感じになってる。あれかな、ファイヤー。来たな、あれでしょ。取った時点でクリアだな。違うんかい。違う。ここファイヤー敵を倒さないとダメかな。あ、こう、オッケーオッケー。来た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 。いやー、ここまで来ねえと取れねえのかよ。あ、ゲーセンに柄悪い人いてある。よし、別の場所に移動や。誰だよ、あいつ。危なかったな。当分ゲーセンに近づかない方がええんやろか。そうやな、ソーマの秘宝もっとやりたいけど、あれじゃ落ち着いてゲームできへん。ゲーセンでソーマの秘宝遊べなくなってしまった。わー、そうなんだ。また後で遊べるってことですか。これはどこだか？河川敷？夜景やってますね。参ったな。ゲーセンには当分行けそうもない。ソーマの表はゲーセンにしかない。ソーマの表はゲーファミ版もあるよ。ああ、そうなんだ。なるほどね。あれ誰だっけ？僕はエモヤン。エモヤンだ。ゲーハミ版のカセットを持ってるんだ。ほんまか、頼むエモヤン。そのカセット貸してくれ。でも実は他の人に貸しちゃって手元にはないんだ。なかなか返してくれないんだ。ずっと待ってるんだけど。仮パクか？仮パクなんてめっちゃあかんやん。僕はエモヤンの、いや、仮パクなんていうキーワードも久々に聞いたわ。エモヤンのゲーム取り返したるわ。そしたら貸してもらえるのか？それはもちろん。公園によく言うかっこいい人に貸したんで聞いてみてね。おう、誰でしょう。公園。エモヤン、誰にゲーム貸したんだよ。公園におるかっこいい人って。毎回。ああ、ゲーセンにおった柄悪い人や。うわあ、もっと柄悪そうな人来てもね、いや、そっちは大丈夫だろ。どうなっとんねん、この公園。おっさんじゃん、この。また悪さしとんのか。いやーな、何もしてないっすよ。それより安倍さん、安倍さんかよ。今度俺らとゲーセンで遊びません。なんちゅう格好しとんの。金ならどっかから調達してきますね。うるせえよ。みんなの遊びが荒らしてんじゃねえよ。名義にしと。すんませんでした。再びゲーセンでそうな日を遊びな。オッケー。うわ、あの安倍さんって人かっこええ。それに比べたらさっきの不良なんか全然シャバいやん。大丈夫かい？先生、まあ、こっちの方が悪ですからね。変なのが来ちまって悪かった。僕ら平気や。
現役じゃねえか、現役じゃねえけど。元です。それより安倍さん、もしかして、そうなの票持ってない。おう、MI で借りたこれか。全然先に進めなくてな。見た目は怖いけど、ゲームはあまりうまくいないよな。ゲームの敵と発信の敵は違いますからね。これクリアしといてよ。クリアしたら、いいもんご馳走しますんで。もちろんや。任しとく。まあ、クリアっていうか、ノルマは達成するしか今んところないですけど。河川敷また行くんだ。エモやんか。エモやん。おエモやんおった。安倍さんに会って、こう前表返してもらったね。わあ、ありがとう。安倍さんゲーム下手くそだからなかなかクリアできんかって言って。やっぱり安倍さん仮パクなんてしない人やったんだ。有野くん、モクさんくん、これ正式に相馬の秘宝を貸せるね。ありがとう、エモやん。ゲームソフト、相馬の秘宝を手に入れた。自宅で相馬の秘宝を遊べるようになった。頑張ってプレイして安倍さんに教えたんだ。ノルマさん、ドラゴンを倒す。ドラゴンを倒す。だいぶ先のアシスタント。さっきコインゲームでこれをもらったんだけど。マイク、なんでマイクもらったの？店に転がってたっておばちゃん言ってたよ。おばちゃんほんま適当やな。コインゲームはいらんものあげるとこちゃうねんで。僕あんまり歌わないし、有野くんたちも歌うかい？僕らも歌、使わんけどな。もっさんもらっとくか。何に使うんでしょう。まあもらっときましょうか。お、歌いたい感じか？じゃあマイクもらっていくわ。うん、僕の代わりに使ってね。何に使うかさっぱりわかんねえ。わあ、そうまで秘宝の攻略本があらへん。誰かが攻略本買ってもうたのかな。店長さん知らん。この間ガーディアンを着た子が、ガーディガン着た子が買っていったよ。順平や、順平探しに行くぞ。どういう流れなんだ。順平は学校にいるのね。いや、急いでどうしたんだい。そうまで秘宝の攻略本貸してほしいね。順平持ってるやん。うん、クリアするまで持ってていいよ。ありがとう、ジュン。お、優しいな、ジュンペ。オッケー、攻略を、強敵ドラゴンを手に入れた。じゃあこれで、駅前広場って言っちゃう。他自宅に帰れるんですかね？自宅はどこなんだよ、そもそも。違うんだ。鶴岡じゃねえけど。こんにちは、君たち、いいもの持って。いいもの、マイクか。これか。マイク使うな。僕も歌うの好きなの。でもなかなか自信が持てなくて、歌ってみたらいいんちゃう？もうさ、お兄ちゃんにマイク貸してもいいやろ。いいよ。ありがとう。じゃあ、お言葉に甘えて。いや、ミーケンリストは聴けるだっけ。なんかあんま流行らそうなんだね。なんかスッキリしたらやっぱり歌っていいね。僕ここで歌を歌っていこうと思う。え、そんなに歌いたかったの？そういうタイプの？なんかようわかるけど、マイク渡してよかったな。これが自宅か。なるほどね。だからここでもプレイできるんですね。ドラゴンを倒す。大型キャラドラゴンを倒す。とあるフロアに潜むドラゴンを倒すにはファイヤーが必須。ファイヤーの残数に注意してドラゴンのいるフロアに突入しよう。いや、場所は教えてくんねえんだ。ゲームやったらええねんな。うん。じゃあ頑張りましょう。さっきみたいに、どこまで普通にまず行かないとですね。いやー、コンビニ機能があればいいんですけどね、最初からやらされるからな。あれ通れねえ。ちさて、なんで通れねえんだよ。うん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 。
ほら、足が速く。得点だけですよ。抜ける壁よく見とけよ。壁を探せってことだ。あ、そこあんじゃん。あと少し。いけるかな。よいしょ。まだいないっすね。抜ける壁よく見とけよ。ここだよ、抜ける壁。ああ、あれか。あそこだ。マップが広くもなるんや。そうですね。ファイヤーで。いやー、一発かよ。いい。いやー、ゲーム。コンティエねえだろうな、このゲームは。はい、クリアしていかないとっす。段数があるんで気をつけろって話でしたね。でも、ドラゴンがいないですけどね。ここじゃねえのか。いやー、買わざるを得ねえよ、これ。あ、いいのか。連発しなきゃいいのか。無理じゃねえか。くそ、最悪。最悪だ。
ンか。わ、なんかおる。あ、あっつってます。あ、いるんだ。これ、ドラゴン。うわー、やばそうなのいるね。いや、これ、いいか。あ、いった。点滅してるときは狙えないんだ。いやー、死んだ。ふざけんなよ、むずいやんけ。硬直、使ってる間は硬直しちゃうんですよ、ね。モフオジです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょいフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。よいしょ。OK。すごい。いや、なんだよ、もう、ぐるぐる回ってんじゃねえよ。最悪。ねえ、すごい、行き止まりっす。うやべ、間違えた。いやー、今のは間違えた。くそ。やべえ、やべえ、しかいね。いや、何発で倒せんだよ、これ。やべえ、行き止まりだ。いやー、行き止まりだよ。くそ。いやー、むずい。むずい。やべえ、ラスト一気だ。めちゃくちゃ緊張してきた。位置が違うんで。行き止まりルートだけ行っちゃダメっすね。そこ行き止まりか。よいしょ。で、そこも行き止まりなんで。2発目打ってます。あれ？ちょっと、使ってんじゃん。もう。あ、いいね、いいね。そのルートいいね。いいね、そのルートいいよ。オッケーオッケーオッケー。パターンですね、パターン入ってる。いや、すげえな、しかし。いや、終わんねえじゃねえかよ。よしたオッケー。やりましたよ。これドラゴン倒したな。ノルマ法フロア30到達。さっきのドラゴンやっつけたな。10面目やった。いきなり30面まで行くのしんどい。うわぁ、30面あるんだ。けど頑張って30面まで行ったら秘宝にたどり着けるかもしれんな。いやー、地獄っすね。さっきのドラゴンは倒す必要ないかもしれないですけど。いやー、なるほど、なるほど。30面までやらせるんだ。まあ、そうですよね。これがやらせないとあれっすもんね。あっつみたいに。ノルマ達成だとクリアしないまでやらないっすもんね。まあ、30秒前だと結構作り込んでるってことっすよ。だ、まあ、しっかりやらせたいんだと思う。すんすんすん、すん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 。あれ？どこだ？
ですね。ん？ここか。これのとこか。やう、やったー。いやー、しょうもな。今のはしょうもねえな。いやー、ちょっと30秒まで長いの無茶できないっすね。いや、フルーツ取れなかったよ。うん。いや、これ怖いっすね。これ怖えな。壊れないですよね。いやー、来た来た来た。オッケーオッケー。これでいいのか。いやー、もう邪魔くせえ、あいつら。いや、多すぎだろ、ここ。よし。こいつら邪魔くせえ。やっと間違えた。危ねえ。やん。やん。ちきっと。いやー、もう1嫌いよー。いや、僕当たんねえもんな。こうして、押せなわけですね。
さあ、ドラゴンビア。なんかおるで。ああ、倒さねえダメなんだ。残り1枚ですもんね。モフオジです。まあ、そりゃそうです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからチョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。まあ、なんか応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。トムかよ。もうずっとハマってくれればいいですけど。いや、さすがに無理か。また上行った。おお、いいね。いいね、ハマってるじゃん。もう5発くらいですか。よし、行った。あれがクリアワープですか。ワープ？ワープ？行ってみますか。ステージワープできるんだったらこの入っちゃった方がいいっすね。さあ、どうでしょう。違うんだ。違うんだ。しかもどこにも出ないんです。なんだこりゃ。うん。ああ、違う。しかもクリアじゃねえよ。どこに行きゃいいんだ？これか。あ、ワープ来た。25枚来た。オッケー。オッケー。結果オーライだ。よしよし。これなんとかクリアできそうですね。希望が見えてきたわ。いやー、ちょっとミミックが混じってるんですけど、怖えな、ミミック。いやー、テキストのしかも、宝箱としてマークされるんだ、これ。いやー、つえ、ちょっと待って、つえ。ガードができねえからむずいっすね、このゲーム。いやー、もう難易度が急に上がりましたね。25年前。ははっ。急に上がったよ。やっぱコンティニューできるかどうかが鍵ですね。できればなんとかなるけど。やっとっとっか。やっとっとっと。いや、どうミミックじゃねえけど、ふざけんな。てれってねってねってね。もうずっとファイヤーでいい気がすんね。一番強いんで。てれってねってねってね。よし、貫通しますから。上かな？いやー、もう最後の最後にこいつがいんのかよ。ふざけんなよ、こいつ。いやー、もう仕切らねえとダメじゃねえ。いやー、最悪だ、無理だよ、あんなの。現れてピシュンの。いやあ、がっつり死んだな。いきなり隠し通路か。いやー、縦タイプだな。嫌いだね、縦タイプ。いい。
いやー、むずい。よし、本気出したね。縦のやつは前からは無理。トリオ知っとるんですけどね。危ねえ、危ねえ。あっこですね。制限時間もあんのがきついっすね、このゲーム。こんな迷路だね。やう倒せ。コンティニュー、コンティニュー。あー、コンティニューあった、よかった。いやー、コンティニューねえと無理だよ、こんなの。あぶねえ。抜ける壁よく見とけよ。取ってない扱いになってる。あれ、でもないっす。あれ、なんでねえんだ。いやー、きついな、アイテムなしは。いや、もう敵がもう盾とあれしかいねえんだ。きついっすね。もう倒せない人しいですからね。いやー、しかもこんなとこ通らせんのかよ、もう。やねえよ。いやー、倒せねえ、倒せねえ。きつい。てってれねえてー。こっちから行くのか。いや、違うんだ、そっちなんだ。いや、当たりが引けねえよ、当たりが。緑いらねえよ。ここでした。いや、そっか、あの、しんどい。いやー、もうそうなるよね。やっぱりなー。まあ、コンテにあるんですけど、こんな焦ってやる必要はないですね。クリアできないです。ランタンこれ広くなるってだけですかね。一応わかんないですね。あれ、上からじゃねえといけねえんだ。いやー、どうし。ててててて、こっちでしたね。いやー、ここまで。いやー、もう毎回のきつくねえか、ここ。通れねえよ、ここ。いや、待つしかねえのかな。あれしかもコンティニューできなかった。やべえ。いやー、うぅ。これすぐ押さねえダメなんだ。ゲームオーバーのとこで。なるほどね。はい。いや、次回にしましょう。はい、次回にします。次回はこれの続きからやっていくんで、またよろしくお願いします。楽しんでやっていきます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。